ブラックピンク、日本のスポーツ新聞で集中報道、最速ドーム公演、最高のクリスマスプレゼント。写真イコール YGENTERTA、IMENTBLACKPINK の京セラドーム公演のニュースが発表されると、日本の大手スポーツ新聞がこれを集中的に報道した。ブラックピンクは12月24日、大阪、京セラドームで、BLACKPINK アリーナツアー2018の追加公演開催を確定した。昨年7月、日本でデビューショーケースを皮切りに、8月に正式デビューアルバムを発表したブラック。KPINK は、約1年4ヶ月で京セラドームで公演を開催する初の海外ガールズグループとなった。スポーツ報知は6日、デビュー1年4ヶ月で最速ドーム。というヘッドラインで目を引き、サンケイスポーツは、ビッグバンの妹分から最高のクリスマスプレゼント。という見出しで、年末に対する期待を盛り上げた。デイリースポーツ、東京中日スポーツ、スポーツ日本、日刊スポーツなど多数の、大手スポーツ紙もブラックピンクのドーム公演のニュースを大々的に報じた。それだけでなく同じ日の午前、TBS ワイドショー、早時、でもブラックピンクの驚くべき成果に注目した。ブラックピンクのメンバーたちは短いインタビューを通じて、皆さんが楽しめるように最高の公演を準備します。楽しみにしてください、と感想を伝えた。京セラドーム公演に先立ち、ブラックピンクは7月24から25日の大阪城ホールを皮切りに、8月16から17日には福岡国際センター、8月24から26日には幕張メッセイベントホールなど3都市で7回の公演を開催する。